吉田さん、カイジのラストシーンっていうのは、カイジが編み出したイカ様と兵藤会長がそのイカ様を見破ってその上を行く、そのせめぎ合いがすごく面白かったですよね。で、私たちもリアルタイムでカイジのラストシーンを見ながらね、これでカイジは勝ったなと思ったんですよね。勝ったなと思ったんだけども、そうじゃなかったと。あれ、仕込んだはずのくじがない、なんでだみたいな気持ちをカイジと共有して、でも一か八かカイジが運部天部でくじを引いたところに、私たちもそれは無理もないよねと思ってしまったんですよね。でもその後、兵藤会長が渡したあのくじの断片を、まあ、敗北の車中でカイジが掴みながらね、そうだったのかというふうに一つ学ぶんですよね。でもあの学びっていうのは、最後にティッシュ箱に手を入れた時に気づけないものではなかったのかなというふうに思ったりもするんですよ。だから人間っていうのは、その勝利を確信したりとか、何かイカ様を仕込んでこれで有利になったなと思った瞬間、油断が生まれて、まあ敗北の可能性が高まるんですよね。まあでも、もしかしたらこういうことをやるかもとかね、まあまさにね、兵藤会長は自分もイカ様を使いながら勝ち上がってきたんでしょう。あらゆる手段を使ってね、時にはお金、暴力、権力、イカ様、インチキ、ズル、脅し、いろんなもので勝ち上がってきたから、カイジ君がやりそうなイカ様っていうのを、まあ、探り当てて、それに対する対処法もまあ編み出すことができたんですよね。だからやっぱり兵藤会長が一枚上手で、勝つべくして勝ってきたということはそうなんだろうなと思いますね。まあ所詮カイジ君はなんか土壇場で強いみたいに私も思っちゃうんですけども、結局は何をやっても爪が甘くて転落してきた敗残兵の一人だったのかなと、まあいろいろと勉強になりましたね。勉強の弁です。